第15章魔法。セイラが隣の家の前を通った時、ラムダスがちょうど窓の鎧戸を閉めているところだった。それでちらっとまた家の中を覗くことができた。長いことあんないいお部屋へ入ってみないわという考えがセイラの心を通り過ぎた。いつものように赤々と炉には火が燃えていて、その前にインドの紳士が腰を下ろしていた。頭を手で支え、いつものように一人ぼっちで不幸せそうに見えた。まあかわいそうな人だわ。一体何を考えていらっしゃるのかしら。ちょうどこの時、この紳士はこんなことを考えていたのだ。もしももしもカーマイクルがたとえあの家族をモスコーで探し当てたとしても、パリのパスカル夫人の学校から連れて行かれた子が探しているあの子でないとしたらどうだろう。もしもその子が赤の他人だと分かったらどうしたものだろうと。セイラが家の中へ入って行った時、ミンチン先生が料理番を叱るために地下室へ降りてきたところだった。どこで道草を食ってたんだ。もう出てから何時間にもなるじゃないか。雨が降って道がひどくぬかるんでたものですから、それに靴が傷んでてすぐ脱げてしまって歩きにくかったのです。言い訳や嘘っぱちはよしてちょうだい。セイラは料理場へ入った。料理番もひどく叱られたところなので、ご機嫌斜めである。誰かに当たり散らして鬱憤を晴らそうと思っていたので、いつものようにセイラがその都合のいい目当てになった。おや、どうして一晩中外にいなかったんだいと、いかにも意地悪そうに皮肉を言った。セイラは買ってきたものをテーブルの上に置いた。ここへ置きます。料理番はそれをじろっと見てブツブツ小言を言っていた。本当にプリプリしていた。何かいただいてよろしいでしょうかとセイラは力のない声で尋ねた。お茶の時間は済んだし、きれいに食べ物は片付けてしまったよ。お茶を熱くして待ってるとでも思ったのかい。セイラはしばらく黙って立っていた。私お昼もいただいていませんと言ったが、その声はとても低かった。声が震えはしないかと恐れてわざと低くしたのだ。戸棚にパンがあるさ。今頃戻ってきたんだからそんなものしかありゃしないよ。セイラは戸棚へ寄って行ってパンを探した。そのパンは古くて硬くてカサカサに乾いていた。プリプリ怒って機嫌の悪い料理番はおかずもくれなかった。セイラに意地悪をするのはしっぺ返しもされず、いつでも訳のない話だ。屋根裏部屋へ行くのに長い階段を三つも登らなければならないのは、セイラのような子供には大変つらいことだった。疲れているときはそれがひどく長い上に急なものに思われた。ことに今夜はとても上まで登れそうに思えなかった。何度も立ち止まっては休まなければならなかった。やっと一番上の段に着いたとき、嬉しいことに戸の下から明かりがちらちら漏れているのを見つけた。それはアーメンガードがなんとかうまく抜け出して遊びに来ている印だった。セイラはほっとした。空っぽの寂しい部屋へ一人で入っていくよりはずっと楽しいことなのだ。太って気持ちの良いアーメンガードが赤いショールにくるまって部屋にいるというだけで部屋が暖かくなるような気がした。その通りだった。セイラがドアを開けるとアーメンガードはベッドの真ん中に座って用心深く足を隠していた。アーメンガードはメルキゼデクやその家族のネズミのことを面白がってはいたが、ネズミと仲良しにはなれなかった。
屋根裏の部屋に来て、セイラがいないときはいつでもセイラの帰るまでベッドの上に座り込むことにしていた。それに今夜はビクビクしていた。メルキゼデクが現れてあっちこっちと嗅ぎ回り、一度は後ろ足で座り込んでアーメンガードをじっと見ながら嗅ぎ回って近づきそうにしたので、思わず叫びそうになるのをやっとの思いで押さえつけたほどであった。まあセイラなの、ほっとしたわ、あなたが来てくれて。メルキゼデクがあっちこっちと嗅ぎ回っていたのよ。なんとかなだめすかして戻らせようとしたんだけど、長いことどうしても戻っていかないの。好きなのよね。でも私の方ばかり嗅ぎ回るから怖くなるわ。ねえ、ここへ飛び上がってくるかしら。来ないわ。アーメンガードはベッドの前の方へすり寄ってセイラの顔を見た。あなたとても疲れているようね、真っ青よ。私疲れたわ、と壊れた踏み台に腰を下ろしながら、まあメルキゼデクだわ、かわいそうに食べるものをもらいに来たのね。メルキゼデクはセイラの足音を聞き分けたように穴から出てきた。メルキゼデクはメルキゼデクが足音を聞き分けるのをセイラは知っていた。メルキゼデクは優しい待ち儲けていたような表情でやってきたが、セイラはポケットに手を突っ込んで裏返してみせ頭を振った。ごめんなさいね、今日は一切れも残りがないの。メルキゼデクお帰り。そしてね、奥さんに私のポケットには何にもなかったと言ってね。料理番もウィンチン先生もあまり叱るものだから私忘れてしまったのよ。メルキゼデクには分かったらしかった。しぶしぶ諦めたように家へ帰っていった。今夜会えるとは思ってなかったわ、アーミー。アーメンガードは赤いショールの中に縮こまった。ミス・アメリアが今夜おばさんのところへ泊まりに行ったのよ。私たちがベッドに入ってから誰も寝室を見回りに来ないの。だから朝までここに泊まっていってもいいの。アーメンガードは天窓の下のテーブルを指さした。テーブルの上に本がたくさん積んであった。アーメンガードはがっかりした風だった。パパがね、本を送ってよこしたの。そこにあるわ。セイラは振り返ってそれを見るとすぐ立ち上がった。テーブルの方へ走り寄って一番上の本を取り上げると素早くページを食った。セイラはすぐさま嫌な思いを忘れてしまった。まあ素敵だわ、カーライルのフランス革命、私とても読みたかったの。私はそうじゃないの。でも読まないとパパに叱られるわ。この休みに帰るまでにその話をすっかり覚えてこいって言うのよ。どうしたらいいかしら。セイラはページをくるのをやめ、興奮して頬をパッと染めながらアーメンガードを見た。ねえ、この本貸してくれたら読んで、後ですっかりお話をしてあげるわ。あなたが覚えられるように話してあげるわ。まあ本当？あなたはそういうふうにしてくれる？できると思うわ。どんな小さい子供でもいつでも私の話なら覚えるわ。ねえ、とアーメンガードはその丸い顔を希望で輝かせながら、もしそうしてくださったら、覚えさせてくださったら、私何でもあげるわ。何もいただかなくったっていいわ。ただこの本が欲しいの。欲しいわ。そう言うとセイラの目は大きく見開かれ、胸の動機は高まってきた。じゃあその本あげるわ。私も本が好きだといいんだけど、そうでないの。私頭が悪いでしょ。なのにパパは頭がいいの。だから私も頭がいいはずだと思ってるのよ。
セイラは本を次々と開けてみた。でもお父様に何とおっしゃるつもり？ちょっと疑問が湧いたのでセイラは尋ねた。そんなこと知らせる必要ないわ。私が読んだとお思いになるわ。セイラは本を下に置くとゆっくり頭を振って、それじゃあまるっきり嘘をつくようなものよ。嘘なんて。そうよ、悪いだけじゃなくて卑しいことよ。時々私もと考え込みながら、悪いことをするかもしれないって思うことがある。急にカッとなってミンチン先生に飛びかかって殺したりするかもしれないわ。ねえ、先生が私をいじめる時のことよ。でも卑しいことはできないわ。セイラが読んだのだとどうしてもお父様に言えない。でもお父様は私に読めとおっしゃるんですもの。とアーメンガードは風向きが思いがけず変わってきたのにちょっとがっかりして言った。お父様はその中に書いてあることを覚えるようにって言われたのよ。だからもし私が優しくお話ししてあげてあなたに覚えさせたらそれでいいとおっしゃるでしょう。どんなふうにしてもとにかく覚えられたらお気に入るわ。とアーメンガードは悲しそうに、あなただって私のお父様だったらそう思うでしょう。でもあなたが悪いんじゃないわ、あなたの。とセイラは言いかけたが、ハッとなって急にやめてしまった。セイラは、あなたが悪いんじゃないわ、あなたの頭が悪いのは、と言いかけたのだ。私の何？あなたが早くものを覚えられないのは、とセイラは言い直した。あなたにできないことはどうしたってできないのよ。私ができるのは、つまりできるからなのよ。ただそれだけのこと。セイラはいつもアーメンガードをいじらしく思っていたので、セイラにはすぐ覚えられることも、アーメンガードにはちっとも覚えられないというその違いをあまり強く感じさせないように努めていた。今もアーメンガードの太った顔を見ているうちに、いつものうまい考えが浮かんできた。ものが早く覚えられるというのが一番いいってわけでもないらしいわ。親切だということがみんなにはもっと大事なことなのよ。もしミンチン先生が世界中のことを何でも知っていても、今のままの人だったらやはりいやらしくてみんなに嫌われるでしょ。利口な人でも人を苦しめたり悪いことをしたりする人がたくさんあるものよ。ロベスピエールをご覧なさい。セイラはポツンと話をやめてアーメンガードの顔を伺った。そこにはどぎまぎしたような表情が浮かんでいた。覚えてない？こないだ話したんだけど、きっと忘れたのね、とセイラが聞いた。うん、すっかりは覚えてないわ、とアーメンガードもうなずいた。じゃあちょっと待ってね。濡れた着物を脱いで、布団にくるまったらもういっぺんお話ししてあげるわ。セイラは帽子と上着を脱いで壁の釘にかけ、濡れた靴を古いスリッパと履き替えた。それからベッドに飛び上がると、掛け布団を肩の周りに引き寄せて膝を両手で抱いて座った。さあそれでね、とセイラは話し出した。セイラがフランス革命の血なまぐさい歴史を話し始めると、アーメンガードはびっくりしてしまって目を丸くし息を殺してしまった。しかし怖いことは怖かったが、聞いているとゾクゾクするように面白くなってきて、二度とロベスピエールのことを忘れそうもなかったし、ダンバール工場のことも疑いなんか持たなくなった。民衆はランバール公女の首を矛に突き刺してその周りで踊っていたのよ。ランバール公女は波打つような美しい金髪を持っていたの。でもお姫様のことを考えると、いつでも狂ったような民衆が
頬に突き刺してその周りで踊ったりわめいたりしているお姫様の首のことを思い出しちゃうのよ。そして二人はこの計画をアーメンガードのお父様に知らせることにし、その間本はこの屋根裏部屋に置くことにした。さあ今度はおしゃべりをしない？フランス語の勉強はうまくいってる？ええ、この前ここへ来て動詞の変化のことを説明してもらってからだいぶ分かってきたわ。あの次の朝あんなによく練習問題をやってあったのがミンチン先生には訳が分からなかったのよ。セイラはちょっと笑って膝を抱きしめた。それからロッティが計算ができるようになったのも訳が分からなくてね。あの子もここへ上がってきたり私が教えてやったりするからだわ。アーメンガードは部屋を見回した。こんなにみすぼらしくなかったら屋根裏部屋もいいところなのにね。でもいろんなつもりになるにはもってこいだわ。アーメンガードはこの屋根裏部屋でのセイラの暮らしが時には耐えられないほど苦しいことも知らなかったし、またそういうことを思い浮かべるほど豊かな想像力も持っていなかった。たまにセイラの部屋にやってくる時には何かのつもりになることや、またセイラの物語るお話でハラハラさせられるような気持ちでこの部屋を見ているだけなのだ。ここへ訪ねてくるのはちょっと冒険みたいな気がするのだ。時々セイラは青い顔色をしている上に、確かにこの頃は大変痩せてきていたが、気ぐらいの高いセイラの口からこれっぽっちも愚痴を聞かなかった。セイラは決して口に出して言わなかったが、時々我慢ができないほどお腹の空いていることがあった。今夜もそうだ。セイラは今ぐんぐんと背の伸びる最中だった。それにいつも歩いたり走り回ったりしているのだから、もっと栄養のある食べ物を時間通り腹いっぱい食べたところでお腹が空いたに違いない。それなのに台所の都合のいいとんでもない時間に栄養分のないまずいものを食べさせられているのだ。育ち盛りのお腹は何か絶え間のない苦しい感じにならされながらセイラは成長しているのだ。きっと兵隊さんが長い辛い行軍をするときにはこういう気持ちなんだわと時々自分に言い聞かせた。長い辛い行軍というこの言葉の響きが好きだった。それはセイラに兵隊のような感じを起こさせた。この屋根裏部屋の女主人だという妙な気持ちもセイラは持っていた。もし私がお城に住んでいたらとセイラは空想してみた。アーメンガードはもう一つのお城の貴婦人なんだわ。騎士や従者や召使いたちを大勢連れて槍につけた旗をなびかせながら馬に乗って訪問に来るんだわ。吊り橋のあたりでクラリオンの音がすると出迎えに降りていく。大広間に宴会の席を設け吟遊詩人を呼んで歌わせたり芝居をさせたり物語をさせたりする。アーメンガードが屋根裏部屋に来るときは宴会は開けないが何かお話をしてこの部屋の嫌なところは忘れさせることができるわ。昔の城主の奥方だって領地が敵に荒らされて食べ物がなくなった時にはこういうことをなさらなければならなかったんだわ。セイラは誇りの高い勇ましい可愛い奥方だから自分でできるただ一つの方法でお客のおもてなしをするのだ。それはセイラの夢見る夢、セイラの見る幻、セイラの喜びと慰めの想像から生まれるものを分け与えることだ。だから二人で座っているとき、アーメンガードはセイラが気が遠くなるほどお腹が空いているのに気がつかなかった。セイラは話をしながらも時々こんなにお腹が空いていて
一人きりになったとき眠れるだろうかと心配になるのだった。セイラはこれまでこんなにお腹を空かしたことはなかったように思った。セイラ、私もあなたみたいに痩せているといいんだがな、とアーメンガードが急に言い出した。あなた前より痩せてきたように思うわ。目はとても大きくなったし、肘のところはほら骨が尖っているようだわ。セイラは一人手に肘のところが出る袖を引き下ろした。私はいつも痩せっぽっちだったし、とセイラは勇気を出して、それに緑色の目はいつも大きかったわ。あなたの一風変わった目が好きなのよ、とアーメンガードはいかにも情のこもった眼差しでセイラの顔に見入りながら、いつも遠いところを見ているような感じよ。私好きだわ。その緑色なのが好きよ。でも普段は黒いように見えるけれど。私のは猫の目なのよ。セイラは笑った。でも暗がりでは見えないわ。やってみたけど見えなかったんですもの。見えるといいんだけど。ちょうどその時、二人とも見ていない天窓のあたりで気配がしたのだった。誰か一人でもその時見上げたら、一つの黒い顔が天窓からそっと部屋を覗き込んで、すぐまた音もなく消えてしまったのを見てびっくりしただろう。しかし、まるっきり音がしなかったわけではない。耳の里いセイラはハッとしてちょっと振り返って屋根を見上げた。メルキーセテクの音じゃないわ。爪を立てる音とは違うから。なに？とアーメンガードは少しびっくりして言った。何か聞こえなかった？いいえ、とアーメンガードは口ごもった。あなた聞いて。聞かなかったかもしれないけど、聞いたような気もしたの。屋根の上に誰かいるような音がしたの。屋根の上をそっと歩いているような。なんでしょうね。もしかしたら泥棒かしら。まさか、とセイラは面白がって笑った。盗むものなんてありゃしない。と言いかけて、セイラは言葉を切った。二人とも物音を聞いたからだ。この物音がセイラの言葉の腰を折ったのだ。物音は屋根の上ではなく下の部屋から聞こえた。ミンチン先生の叱る声だった。セイラはベッドから飛び降りて明かりを吹き消した。ベッキーを叱ってるのよ、とセイラは暗がりの中に立ったままつぶやいた。泣かせているわ。先生、ここへ入ってくるかしら、とアーメンガードは急に怖くなってささやいた。来やしないわ。先生は私が寝たと思っているもの。動いちゃダメ。ミンチン先生が階段を一番上まで上がってくることはまずなかった。前に一度だけ会ったのをセイラは覚えていた。しかし今日はとても怒っているから途中まで来ることはあるかもしれない。ベッキーを追い立てて来るような音がした。この横着な嘘つき、と先生の声がした。しょっちゅう物がなくなるって料理番が言う。奥様、私ではありません、としゃくり上げながらベッキーが言った。とてもお腹は空いてましたけど、取ったのは私ではありません。決してそんな。お前なんか、本当に牢屋へ掘り込んでしまえばいいんだ。つまみ食いしたり盗んだり、肉まんじゅうを半分も、本当に、とミンチン先生の声がした。私じゃありません、とベッキーは泣いていた。お腹はとても空いてましたから、みんなだって食べられます。でも、指一本触りゃしません。ミンチン先生は怒ったのと階段を上がったのとで息を切らしていた。その肉まんじゅうは先生が今夜遅くに食べるために特別に作っておいたのだ。先生はベッキーの方を打っているらしかった。嘘を言いなさい。さあとっとと部屋へお帰り。
ピシャンという音が2人の耳に入った。それからベッキーがドタ靴で階段を上り、部屋へ駆け込むのが聞こえた。ドアの閉まる音がした。ベッキーがベッドに倒れるのが分かった。私、あんなものの2つぐらい食べられたわ。枕にしがみついて泣いているのが聞こえた。だけど一口だって食べたんじゃない。みんな料理番があの巡査にやったんだ。セイラは暗い部屋の真ん中に立っていた。歯をかみしめ手を伸ばして激しく握ったり開いたりしていた。じっと立っていられないくらい腹が立っていたが、ミンチン先生が行ってしまってまた静かになるまではじっとこらえていた。なんて憎らしい残酷な人だとセイラはいきなり言い出した。あの料理番は自分で物を取っときながらベッキーが盗んだと言ったんだわ。取るもんか取るもんか。ベッキーは時々あまりお腹が空くのでゴミ箱からパンのくずを拾って食べているんだ。セイラは両手をきつく顔に押し当てて激しくすすり泣いた。アーメンガードは思いがけぬ出来事にひどくびっくりした。セイラが泣いている。あんなに負けん気のセイラが。それは何か新しいことを暗示しているような気がした。アーメンガードが今までに思いもよらなかった気配がある。もしかしたらもしかしたら、ある思いもよらない恐ろしい考えがアーメンガードの鈍いけれど優しい心にふと浮かんだ。暗がりの中でアーメンガードはベッドを離れてろうそくのあるテーブルへ近づいた。マッチを吸ってろうそくを灯した。明かりをつけるとアーメンガードは前にかがみ込んでセイラの顔を見つめた。この新しい考えのためにアーメンガードの目ははっきりと心配そうな表情をたたえていた。セイラとアーメンガードはおどおどした声で、あなたはちっとも打ち明けてくれなかったけれど、こんなことを言うのは不作法なのかもしれないけど、あなたお腹が空いてるんじゃない？アーメンガードのこの言葉はあまりにもぴったりしていた。砦は破られてしまった。セイラは覆っていた手から顔を上げた。そうなの、とセイラは今までなかったような激しい調子で、そうなの、私お腹が空いてるの。あなたを取って食べたいほど今お腹が空いてるの。その上、あんなにかわいそうなベッキーのことを聞いたんですもの。あの子は私よりももっとお腹が空いてるんだわ。アーメンガードは、はあはああえいで、まあまあと悲しそうに泣き出した。それなのに、私ちっとも気がつかなかった。あなたに知られたくなかったの。そうしたら、自分が乞食のような気がすると思ったから。私、乞食のような格好をしているのを知ってるんだもの。いいえ、そんなことないわ、そんなこと。そりゃあなたの着物は少しおかしくってよ。だけど乞食なんかには絶対見えやしないわ。乞食の顔なんかしてやしないんだもの。一度かわいい男の子が私に6ペンス恵んでくれたことがあってよ、とセイラはちょっと笑いながら、ここにあるのよ。そう言って首から細いリボンを引っ張り出した。私がお金が欲しいような顔をしてなかったら、せっかくのクリスマスのお小遣いをくれるはずがないわ。ともかくこの大切な愛情のこもった6ペンスを見ると、二人の気持ちは和んできた。二人とも目に涙をためてちょっと笑った。それ誰なの？とアーメンガードはさもその6ペンスがただ当たり前の6ペンスじゃないみたいに眺めながら尋ねた。とても可愛らしい男の子でパーティーへ行くところだったのよ。大家族の家の子で
丸く太った足をした子なのよ。私その子をギー・クラランスと呼んでるの。あの子のお部屋にはきっとクリスマスプレゼントやお菓子のいっぱい入ったカゴがあるんだわ。それなのに私にはちっともないってことが分かったのね。アーメンガードはちょっと後ろへ飛び下がった。セイラの最後の言葉を聞くと、戸惑っていたアーメンガードの心にはっと素晴らしい考えが湧いたのだ。ねえセイラ、あれに気がつかなかったなんて、なんていうおバカさんだろう。何のこと？とてもすごいこと、とアーメンガードは興奮して咳込んで、今日の午後ね、大好きなおばさまが箱を送ってきたの。おいしいものがいっぱい入ってるわ。まだちっとも手をつけてないのよ。お昼にあまりプディングを食べすぎたし、それにパパの本のことがとても気がかりだったんですもの。だんだんと言葉が続いて早くなっていった。中にはお菓子もあれば、小さな肉まんじゅうもジャム菓子も甘パンも、それにオレンジや赤ぶどう酒やイチジクやチョコレートも入ってるの。お部屋へそっと戻って行ってすぐ持ってくるから、一緒にいただきましょうよ。セイラは目が回りそうだった。気が遠くなるほどお腹が空いているとき、食べ物の名前を言われるのは妙に応えるものだ。セイラはアーメンガードの腕を握って、ねえ持ってこられるかしら、叫ぶように言った。できると思うわ、とアーメンガードは答えてドアまで走っていき、そっと開けて暗がりに頭を突き出して耳を澄ました。それからセイラのところへ戻ってきた。明かりは消えてる、みんな寝てるわ。そーっとそーっと言ってくるから誰にも聞こえやしないことよ。あまりの嬉しさに二人は手を取り合った。さっと喜びの光がセイラの目に差した。アーミー、私たちつもりになりましょうよ。宴会のつもりになりましょう。あら、あなた隣の囚人をご招待しないこと？そうよそうよ。さあ壁を叩いて合図しましょう。牢番に聞こえないようにね。セイラは壁のところへ行った。壁を通してかわいそうにベッキーがさっきより静かに泣いているのが聞こえた。セイラは4つ叩いた。これは壁の下の秘密の通路を抜けて我が元に来たれ、連絡すべきことありという意味なのよ。すると5つ急いで叩く音がそれに応えてきた。今に来るわ。その時もう屋根裏のドアが開いてベッキーが入ってきた。ベッキーは目を赤くし、帽子は滑り落ちそうだった。アーメンガードのいるのを見るとエプロンで気にしながら顔を拭き始めた。私に気兼ねなんかしなくてもいいのよねえ。アーメンガードさんがあなたを呼んだのよ。おいしいもののいっぱい入っている箱をここまで持ってきてくださるからなのよ。ベッキーの帽子はほとんど今にも落ちそうになり、みるみる興奮してしまった。食べるものですか、お嬢様。おいしいものですか。そうよ。そして宴会を開いたつもりになるの。そしていくらでも食べたいだけ食べられるのよ、とアーメンガードが口を挟んだ。今すぐ行ってくるわ。あまり急いだので、アーメンガードが屋根裏部屋からつま先でこっそり出ていくとき、赤いショールを落としてしまったが、それに気がつかなかった。しばらくは誰も気がつかなかった。ベッキーもいきなり訪れた幸運にすっかり取り乱していた。まあお嬢様、まあお嬢様、とベッキーはあえいだ。私を呼ぶようにとおっしゃってくださったのはあなたですのね。それを思うと私泣けそうですわ。ベッキーはセイラのそばに寄り、敬うような目つきでセイラを眺めた。しかしセイラの飢えた目の中には、あの懐かしい光が輝き始め、
自分の住んでいる世界が変わったように思われてきた。この屋根裏部屋で外は冷たい風が吹きまくっている。午後はびしょびしょの街をやっとの思いで歩いてきた。古事記のこの飢えた恐ろしい目つきがまだ心の中に残っている。それなのにこんなに楽しい。嬉しいことが魔法のように始まったのだ。セイラは息を呑んだ。どういうものかしら。いつでももうダメだと思う時になってきっと何か起こるのね。まるで魔法にかかってるみたいだわ。このことをいつも覚えてさえいたらいいんだわ。本当にダメだなんてことは起こりっこないんだわ。セイラは楽しそうにベッキーの体をゆすぶった。ダメよダメよ、泣くことなんかないわ。私たち大急ぎでテーブルの用意をしなきゃ。テーブルの用意ですってお嬢様と、ベッキーは部屋の中を見回しながら、何を出して支度するのですか。セイラも屋根裏部屋を見回した。大してありそうにないわね。少し笑いながらセイラは答えた。その時セイラは何か見つけて拾い上げた。床に落ちていたアーメンガードの赤いショールだ。ショールがあるわ。使っても構わないと思うわ。これならとてもいい赤いテーブル掛けになるもの。二人は古いテーブルを引っ張り出してショールをかけた。赤は不思議なほど暖かくて気持ちのいい色だ。部屋中がパッと飾り付けられたように見えた。床の上にも赤い敷物があったらどんなにいいかしら。床にももう一つ敷いてあるつもりになるのね。セイラは何も敷いていない床をいかにも感心したような眼差しでずっと眺め回した。そこにはもう敷物があるつもりだった。まあなんて柔らかな厚い敷物かしらと、セイラはもうベッキーにはおなじみのかわいい笑い声を上げていった。セイラは足の下に敷物が敷いてあるかのように足を上げてそっと床を踏んだ。本当でございますよお嬢様と、ベッキーは真顔で嬉しそうにセイラを見守りながら答えた。ベッキーはいつでも本当に真面目腐ってるのだ。その次にはと言ってセイラはじっと立ったまま額に手を当てた。そして柔らかい待ち構えているような声で、ちょっと考えていればきっと何か思い出せるわ。魔法が教えてくれるわ。思いつきというものは自分の周りにいて呼び出されるのを待っているものだというのがセイラのお得意の考えの一つであった。ベッキーは前に何度もセイラが立って思いつきを待っているのを見た。そしてやがて明るい笑顔になるのも知っていた。すぐにそうなった。ほらやってきたわ。もうわかった。私が皇女様だった時のあの古いトランクの中を探さなければならないわ。セイラは部屋の隅へ飛んで行ってひざまずいた。トランクが屋根裏部屋にあるのはセイラの便利を図ってではなく、他に置き場所がないからだ。その中はガラクタばかりでろくなものは何一つ入っていなかった。しかし何か見つけ出せるとセイラは思った。そういう時にはいつも魔法が何とかして何とか助けてくれた。部屋の隅にはカバンがあったが、あまり目立たないので誰も気がつかなかった。セイラが前にそれを見つけ出した時は昔の記念品のように大切にしていたものだ。その中には白い小さなハンカチーフが1ダース入っていた。嬉しそうにそれを取るとテーブルへ駆け戻った。セイラはハンカチを赤いテーブル掛けの上に並べ、シワを伸ばしてレースの狭い縁が上の方に反り返るようにした。そうすると魔法がセイラのためにその力を働かせた。
これがお皿よ。金のお皿なの。これは立派な刺繍をしたナフキン。スペインのアマデラで二層さんがこしらえたものなの。まあそうですのお嬢様、とベッキーは息をついた。セイラの説明を聞いてベッキーの心も浮き立った。あなたもそのつもりになるはずよ。すっかりそのつもりになるとそう見えてくるでしょう。そうですわお嬢様。セイラがトランクの方へ行くとベッキーは一生懸命期待された通りになろうと努めていた。セイラが振り返るとベッキーがとても変な格好をしてテーブルのそばに立っているのが見えた。目を閉じ顔を変な風に引きつけて歪め、手をしっかりと握りしめて腰のところに当てていた。その格好はまるでとてつもなく重いものを持ち上げようとしているかのようであった。どうしたのベッキー、何をしてるの。ベッキーはびっくりして目を開けた。私つもりになってましたお嬢様。ベッキーは少し恥ずかしそうに、お嬢様のなさるようにそれを見ようとしてたんです。もう少しでできるところでしたわ。希望はありますと言ったように歯をむき出して笑った。でもとても力がいりますわ。きっとまだ慣れないからよ、とセイラは優しく同情を込めて、でも何度もしているうちにそりゃとても楽にできるようになってよ。私なら初めはそんなに骨を折らないわ。ちょっと立てば楽にできるようになってよ。さあいろんなものを教えてあげましょう。これをご覧なさい。セイラはトランクの底から探し出した古い夏の帽子を手に持っていた。それには造花の花輪がついていた。セイラはその花輪を取り外した。これは宴会用の花輪です、とセイラは物々しい言い方をした。いい匂いでいっぱいになるわ。洗面台の水差しを取ってちょうだい、ベッキー。ああ、それから真ん中の森花に使うシャボン入れを持ってきて。ベッキーはセイラにうやうやしく手渡した。では、これは何でございますの、お嬢様。これは陶器だと思っているでしょうが、私は違うのを知ってます。これは彫刻のある細口瓶よ、とセイラは造花の鶴をその水差しの周りにあしらいながら、そしてこれは、とシャボン入れの上に柔らかくかがみ込んでバラの造花を盛りながら、宝石を散りばめた純粋の石化石膏の皿なのよ。セイラはそれらを柔らかく触った。幸福そうな微笑みが口のあたりに浮かぶと、夢の国に住んでいる人のように見えた。まあなんて綺麗なんでしょう、とベッキーはささやいた。何かボンボン入れにするものがあったら、とセイラはつぶやいて、あの中だ、とまたトランクに駆け寄った。さっき何かあったのを思い出した。それは赤と白の薄い紙に包まれた一束の羊毛だったのに、その薄い紙はたちまち曲げられて小さなお皿の形に作られ、残りの花と一緒にして宴会を照らすことになっている食台を飾った。長いこと開けても見なかったトランクの中のボロ切れで飾られた赤いショールで覆われたテーブルをはるかに美しいものにしたのはただ魔法の力であった。セイラは一歩退いて眺め、なかなかよくできたと思った。ベッキーの方は嬉しそうにしばらく見ていたが、やがて息を殺して、これでも、と言って素早く屋根裏部屋を見回してから、バッシー牢獄なんでしょうか、それとも何か他の場所に変わったんでしょうか。ええ、そうよ、そうよ、まるっきり違うわ。宴会の大広間よ。あら、まあお嬢様、とベッキーはわっと声を上げた。宴会の大広間ですって。
そしてびっくりしてどぎまぎして周りの立派さを眺め回した。ここは宴会の大広間、ごちそうを並べる大広間、丸天井で吟遊詩人の歌う舞台もあり、樫の木の燃えている大きな炉もあるの。そして四方にろうそくを灯してキラキラ輝いているの。まあセーラお嬢様とベッキーはもう一度あえいだ。その時ドアが開いて、アーメンガードが大きなカゴの重みでよろめきながら入ってきた。アーメンガードは嬉しそうに叫び声を上げて後ろに飛びすさった。暗くて寒い廊下や階段を歩いてきたのに、赤いテーブル掛けで覆われ、白いナフキンで飾られ、花まで巻きつけた、まるで思いがけもしなかった宴会用のテーブルに向き合っているのがわかると、本当に素晴らしい準備だと思わずにはいられなかったのだ。まあセーラ、あなたのように頭のいい人って初めてよ。素敵じゃない。私の古いトランクから持ち出したものなのよ。魔法にお尋ねしたら、トランクのそばへ行ってごらんなさいって言ったのよ。でもまあお嬢様、セーラお嬢様の説明をお聞きになってごらんなさい。どうしてただの、おお、お嬢様、どうぞ話してあげてくださいな、とセーラにベッキーは訴えた。それでセーラはアーメンガードに物語った。また魔法が力を貸してくれたので、まるでみんな目に見えるように話した。金の大皿、高い丸天井、燃え上がる樫の木、キラキラしているたくさんのろうそく。カゴの中からいろいろなものが取り出された。砂糖をかけた菓子、果物、ボンボンやブドウ酒。この宴会は本当に素晴らしいものになった。本当のパーティーみたいね、とアーメンガードは言った。女王様のお食事みたいだ、とベッキーはため息をついた。その時、アーメンガードが突然素晴らしいことを思いついた。ねえセーラ、こういうことにしましょうよ。あなたが皇女様で、これが宮廷の宴会だというつもりになりましょう。でもこれはあなたの開いた宴会なのよ。だからあなたが皇女様にならなければいけないわ。私たちは侍女になるわ。あら、そんなことできないわ。私は太りすぎてるし、どうしていいかわからないわ。皇女様はあなたよ。まあ、あなたが私にさせたいのなら。しかし急にセーラは何かあることを思いつくと、錆びた炉のところへかけていった。紙やくずがここにたくさんあるから、火をつければ少しの間なら燃え上がるわ。そうしたら本当に炉に火を焚いているような感じがするわ。セーラがマッチを吸って火をつけると、大きな炎が燃え上がり、部屋をパッと明るくした。今に燃えてしまうわ。でも燃えてしまう頃にはこれが本当の炉でないことも忘れてしまうわ。セーラは踊るような火の輝きの中に立って微笑んだ。本当の炉の火に見えないこと。さあ宴会を始めましょう。セーラは先に立ってテーブルに近づいた。セーラは優美な手つきでアーメンガードとベッキーを招いた。すっかり自分の夢の中にいた。ご婦人方、前へどうぞ、とセーラは楽しい夢見心地の声で、そして宴の席へお着きください。高貴なる父王は今長い旅路に出ておられますゆえ、私に皆様の宴の席を命じました。セーラは頭をわずか部屋の隅の方へ向けた。おお、そこなる吟遊詩人たちよ、ビオールやバスーンを奏でるがよい。それからセーラは急いでアーメンガードとベッキーに説明した。皇女様たちはいつも宴の席に吟遊詩人を招いて演奏させたものなのよ。
あの片隅にそのための舞台があるつもりになってね。さあ始めましょう。三人がお菓子を手に取るか取らないうちに、まだ誰一人食べる暇もなかった。三人はハッとなって立ち上がり、真っ青になった顔をドアの方に向けたし、じっと耳を澄まして、誰かが階段を上ってくる気配がした。間違いはなかった。三人とも腹立たしげに上ってくる足音を聞いた。そして何もかも終わりだと思った。あれは奥様だ。ベッキーは息が詰まった。手にしていたお菓子を床に落とした。そうだわ、と言ったセイラの真っ青な小柄な顔にもびっくりした目が大きく開かれていた。ミーチン先生に見つかったんだ。ミーチン先生は手荒くドアを開いた。先生自身も真っ青になっていたが、それは怒りのためだった。怯えた子供たちの顔を見、それから宴会のテーブルを見た。そして次には炉の中で燃えた紙のひらひらと残っているのを見た。きっと何かこんなことをしてるに違いないと思っていた、とミンチン先生は大きな声を出した。でもこんな大それたことをしているとは夢にも思わなかった。ラビニアが言った通りだ。それで三人の秘密を探って告げ口したのがラビニアだと分かった。ミンチン先生はベッキーの方へ大股で歩み寄ると、今度も耳のところをピシャンとぶった。厚かましいやつだ。明日の朝はこの家から追い出してやる。セイラは目をますます大きく見開き、顔をますます青白くしてじっと立っていた。アーメンガードはわっと泣き出した。その人を追い出さないでくださいとすすり泣きながら、おばさまからお菓子のかごを送ってきたんです。私たちはそれでただ会を開いただけなんです。それでわかったとミンチン先生は脅かすように、皇女様のセイラが上座に座っているというわけだね、と言って激しくセイラの方に向き直ると、お前がしたことなんだ、分かってる。アーメンガードがこんなことを考えるわけがない。お前がテーブルを飾ったんだね、こんなボロ切れで。そしてベッキーに向かって足を踏み鳴らしながら、さっさと自分の部屋へお帰りと命令した。ベッキーはエプロンで顔を覆い、肩を震わせながらこっそり出て行った。それからまたセイラの番だ。お前には明日罰をやる。朝も昼も晩も食べさせないから。先生、今日もお昼も晩もいただきませんでした。とセイラが弱々しい声で言った。それじゃなおさらいいわ。チッとは答えるでしょう。さあ、そこに立っていないで。それをみんなカゴに入れ直すんですよ。ミンチン先生は自分でテーブルの上を片付けてカゴに入れ始めた。そしてアーメンガードの新しい本が目についた。そしてあなたはアーメンガードにこの新しい美しい本をこんな汚い屋根裏部屋へ持ってきたんですね。それを持って帰って寝るんですよ。明日は一日ベッドに入っていなさい。みんなあなたのパパに知らせてあげるから。今夜あなたがどこにいたか知ったら、パパは何とおっしゃるだろう。その時ミンチン先生は、真面目な顔でじっと見つめているセイラの目の色に、なんとなく気に食わないものを感じて、激しい勢いでセイラを怒鳴りつけた。お前は何と思っているのだい？なぜそんな目つきで見ているんだい？私考えていたのです、とセイラが答えた。その調子はいつか教室での騒ぎの時の返事と同じであった。何を考えていたのだ？あの教室の時とそっくり同じ光景になった。セイラの態度には生意気なところは少しもなかった。ただ、物悲しげな静かな調子であった。
私は考えていたのです。とセイラは低い声で、私が今夜いる場所をもしパパが知ったら何とおっしゃるだろうと。この前と同じようにミンチン先生はカッと腹を立てた。そして同じように自制心を失ってその怒りを表した。セイラに飛びかかってその体を揺すぶって怒鳴り散らした。この横柄な手に負えないやつめが、なんてことを、なんてことを言うんだ。先生は本を取り上げ、残りのごちそうをごちゃ混ぜにカゴの中へ押し込み、アーメンガードの腕に押し付けて戸口の方へ押していった。一人になってゆっくり考えてみるがいい。さあ、たった今寝てしまうんだ。そしてまごまごしているアーメンガードと一緒に部屋を出てドアを閉めた。セイラはたった一人になって部屋に立っていた。これで夢はすっかり消えてしまった。炉の中の紙はすっかり燃え切ってしまって、ただ黒い灰ばかりが残っていた。テーブルには何一つ残っていない。金の皿も立派な刺繍をしたナフキンも花輪も、また元のハンカチーフや白と赤の紙くずや床に散らばった壊れた造花に変わっていた。舞台に立っていた吟遊詩人たちはそっと立ち去ってしまい、ビオールやバスーンなどの根も絶えた。人形のエミリーは壁にもたれたまま難しい目をしながら座っていた。セイラはそれを見ると近寄って震える手でエミリーを抱き上げた。エミリーちゃん、宴会はもうなくなってしまったわ。皇女様もいない。残ったのはバスチーユ監獄の囚人だけだわ。セイラは腰を下ろし、両手で顔を覆った。もしその時、セイラが両手で顔を覆わずに、何かの弾みで天窓を見上げたのだったら、どんなことが起こったか私にはよくわからない。この章の終わりの部分はすっかり別なものになってしまったかもしれない。というのは、もしもその時、セイラが天窓を見上げたら、きっとそこに見えたものにびっくりしてしまっただろう。この夕方、アーメンガードと二人でおしゃべりをしていた時に、そこから覗いていた同じ顔が、ガラスにぴったりくっついて、セイラを覗き込んでいるのを見つけたであろう。しかしセイラは上の方を見なかった。セイラはしばらくその小さな髪の黒い頭を腕にうずめてじっとしていた。何かを黙って耐え忍ぼうとするときにはセイラは決まってそういう様子をするのであった。それから立ち上がってゆっくりとベッドへ近づいた。もう起きていたって他に何にもつもりをすることもできないわ。そんなことをしてみたって無駄だわ。もし眠ったら夢がやってきて私の代わりに何かのつもりを作り出してくれるかもしれない。急にセイラはひどく疲れたような気がした。多分お腹が空いたためなのだろう。心の底から弱々しくベッドの端に腰を下ろした。この炉には火が赤々と燃えていることにする。いくつも小さな炎がちょろちょろと踊っていると、セイラはつぶやいた。そしてその前には座り心地のいい椅子があったとする。それからそのすぐそばには小さなテーブルがあって、その上には温かい晩の食事の支度ができている。それから、と思いながら、セイラは薄い掛け布団をかぶった。それからこれが美しい柔らかいベッドで毛布と大きなふかふかした枕がある。それからとそこまで考えたとき、幸いなことにセイラは疲れきっていたので目を閉じるとすぐぐっすり眠ってしまった。どれくらい眠ったのかセイラはわからなかった。しかしすっかり疲れきっていたのでぐっすりと眠った。あまりよく眠っていたので、
どんな物音にもその眠りは乱されなかった。たとえメルキゼデクの家族たちがみんなキーキー泣いたり駆け回ったりしても気がつかなかった。たとえメルキゼデクの息子や娘がみんな穴から出てくることにして喧嘩したり飛んだり遊んだりしても。しかしセーラははっとして目が覚めた。何か当たり前でないものが眠りから呼び覚ましたのだとはセーラは知らなかった。しかし本当は物音が、本当に物音がして目が覚めたのだ。その物音は身軽な白い人影が天窓から出て行って窓を閉め、すぐそばの屋根の上にうずくまった時にカチッと鳴ったのだ。その人は屋根裏部屋の内側に起こることならはっきりと見えるが、内側からは見られないところにうずくまっていた。はじめセーラは目を開かなかった。まだ眠くてたまらなかった。それから変なことだが、暖かくて気持ちがよかった。本当に暖かくって気持ちがよかった。だからまだちゃんと目を覚ましていないと思い込んでいた。何か楽しい幻を見ている時のほか、こんなに暖かくって気持ちがいい時はなかった。なんて素敵な夢だろうとつぶやいた。とても暖かいわ。私、起き上がることなんか嫌だわ。もちろんそれは夢だった。セーラは暖かい気持ちの良いヤグがうんとかかっているように思った。本当の毛布の感じだった。手を伸ばすと確かシュスで作った羽布団のようなものに触った。こんな楽しい夢から覚めてはならない。じっとしてできるだけ長く夢を続けさせなければならない。しかしそんなことはできなかった。目をしっかり閉じていてもできなかった。何か部屋の中にあるもの、何かがセーラを無理やりに起こそうとしていた。それは明るい感じの物音だった。パチパチと燃え上がる火の音だった。ああ目が覚めちゃうわとセーラは悲しそうに言った。どうしてもダメだわ。開けまいと思っても目が開いてしまった。するとセーラは本当に放縁だ。この部屋に決してなかったもの、またあるはずもないと思われるものが目に入ったからだ。あら、目を覚ましたんじゃなかったわとささやいてセーラは肘をついて体を起こし、ずっとあたりを見回した。まだ夢を見ているのだわ。夢に違いないと思った。目を覚ましていたらこんなことは決して起こるはずがない、ありえないからだった。本当にセーラは夢の国から帰らないと思ったのだろうか。セーラの目に入ったものは次のようなものだった。まず炉の中には真っ赤に燃えている火があった。炉棚には小さな真鍮の夜間がシュッシュと音を立てて湧いていた。床には地の厚い暖かそうな真っ赤な絨毯が敷いてあった。炉の前には折りたたみ式の椅子が広げられクッションが乗せてあった。その椅子のそばには小さな折りたたみ式テーブルに白いテーブル掛けがかけてあった。その上には覆いをかけて小さな皿や茶碗や受け皿や急須が並べてあった。ベッドの上には新しい暖かい掛け布団とシュスのカバーをつけた羽布団がかけてあった。その足元にはちょっと変わった格好の綿入れの絹の着物と綿を入れたスリッパと本が四五冊置いてあった。セーラが夢を見ていた部屋はおとぎの国に変わったように思われた。部屋は暖かい光にあふれていた。バラ色の傘をつけた明るいランプがテーブルの上に置いてあったからだ。セーラは息が次第に早く荒くなった。あら、消えないわ、とセーラはドキドキ胸を躍らせた。
今までにこんな夢なんて見たことないわ。セイラは体を動かそうともしなかった。だがとうとう布団を押しのけてうっとりとなって微笑みを浮かべて床に足を下ろした。夢を見ているのだわ。ほらベッドから出た、とセイラは言ってみて自分の声を聞いた。そして部屋の真ん中に立ったままゆっくり動き回りながら、夢が本当とそっくりだという夢を見ている、夢が本当のように感じられるという夢を見ているんだわ。この部屋は魔法にかかっているのでなかったら、私が魔法にかかっているのだわ。こんなものが見えるような気がするだけなのだわ。セーラの言葉は次第に早くなった。いつまでもこんな風に感じていられたらいいわ。魔法にかかったって構わないわ。構わないわ。それからしばらくの間、胸をドキドキさせながら立っていたが、またセーラは叫ぶように言った。ああ、本当じゃないわ。本当だなんてはずがないわ。でもまあ、本当のように見えること。燃えている火がセーラを引き寄せた。そこにひざまずいて自分の手を差し出した。あんまり近づけたので熱くて思わず飛びのいた。夢を見てるだけの火だったら熱いなんてわけないわ。セイラは飛び上がった。テーブルや皿や絨毯に触った。ベッドに戻って毛布に触った。柔らかい綿入れの着物を手に取ってみた。それからはっとそれを胸に抱きしめ頬に当ててみた。温かい、柔らかい。セイラは泣き出しそうになった。本当だ、本当に違いない。セイラはそれを肩にかけてスリッパに足を通した。みんな本当のものだ、何もかも本当だ。私夢を見ているんじゃない。本の方によろめきながら近づいて一番上のを開けてみた。本の見返しに何か書いてあった。本の二言三言、こんな風に。屋根裏部屋の少女に、ある友より。それを読むと、セイラがそんなことをするなんて考えられそうもないことではないか。そのページに顔を押し当てて、わっと泣き出した。誰だかわからないけれど、それでも私のことを少しは思ってくれている人がいる。私にはお友達がある。セイラはろうそくを手にしてそっと部屋を抜け出し、ベッキーの部屋へ入っていった。そしてベッキーの枕元に立った。ベッキー、ベッキーとセイラはあたりに気を配りながらもできるだけ大きな声でささやいた。起きてよ。ベッキーが目を覚まして、まだ涙の跡で汚れている顔のままびっくりして起き上がると、そばには真っ赤な絹の贅沢な綿入れの部屋着を着た少女が立っていた。その顔は輝くばかりに美しかった。それは皇女様のセイラが前に見た通りだ。ろうそくを手にして自分のすぐそばに立っているのだった。いらっしゃいな。ねえベッキー、いらっしゃいな。ベッキーはあまりの驚きに口も聞けなかった。素直に起きてセイラの後についていった。一言も言わず目も口もポカンと開けたままで。敷居をまたぐとセイラは静かにドアを閉めて、ベッキーを暖かい明るい部屋の中へ入れた。そこにあるものを見るとベッキーはめまいがし、今までの空腹感もどこかへ消えてしまった。これは本物なのよ、本物なのよ。何もかも手で触ってみたんですもの。私たちと同じように本物よ。ねえベッキー、私たちが眠っている間に魔法使いがしに来てくれたことなのよ。この魔法使いは本当にもう二度とあんな辛い思いを決して起こさせようとはしないのよ。